何作ってんすか。歪みです。歪み、はい、エフェクターの歪みです。エフェクターの歪み度を表そうと表そうと、分かりやすく、なるほど、お店をしようと、なるほど、してます。これよりもこっちの方が歪むであろう、多分っていう、多分確かに、そこはもうスタッフの感覚で、感覚ではい、全部12時で、それでも振り切って、あー、どっちも考えられるね。振り切ってですかね。マックスで、マックスでどこまで歪むか、歪むか、なるほど、はい、そうか、そうですね、カーブによっても変わっちゃうもんね。そうですね。じゃあ想定されるとしたら、これがメタルゾーンとかメタルコアとか、メタルゾーンとかビッグマフとか、ビッグマフとか、はい、で真ん中ら辺は3は、まあディストーションブルースドライバーあたりですかね。ブルースドライバー、ブルースドライバーも3ぐらいなの、はい、そうですね。ブルースドライバー意外と振り切ると沈むので、あ、そっか、みんな軽くなんかバッファみたいな感じで使ってるから、 そうですね、そうだけど意外と歪むってことね。12時以降は本当ディストーションハンドになってくるので、なるほど、なるほど、はい、そう、作る、え、1っつうの1はチューブスクリーマーとか、うん、あれそんな歪まないんだ。あれマックスにしても本当ザラッと、あ、そうなの、はい、質感が変わるぐらいなので、うん、はい、じゃこれ取り付けると交互期待ってことですね。そうですね。エフェクターよくわかんない形音にも優しい、優しい、うん、たまにあのさっきこのエフェクター何かなと思ってさ、はい、こう見たらさ、エフェクターじゃなかったっつうのがあったなんすか、 MXR のさ、あの、はい、なんだ、あの電源配るやつだった、あっちこやつ、はいはいはい、横見たら丸やなって、あ、これそうそうか、そうですよね、立ててるとああいう風に、そう、わからない、わからない、これの分かりやすくするスタッフに優しい、お客さんにも優しい、ね、第一弾ね。よし、これはですよね、視覚化こうやってできていけるといいですよね。そうね、うん、分かんないもん、新製品とか来ても、うん、なるほど。じゃあこれは今月中には着くかな。これはもうそうですね、うん、はい、完成してます、はい、あんま細かいことはさておきだもんね、これね、さておき、どっちも3だから同じく歪むってわけじゃないもんね。ではないですね、うん、はい、ニュアンスだもんね、ニュアンスです、うんうん、やっぱ最終的には引いてみなきゃ、そうだよね、そうだよね、そうだよね、あなた次第に、そうだよね、そうだよね、どこまでつまみ回すかにもよるしね。そうですね、うん、どんなギター使ってるかにもよるし、ね、そうですね、うん、そうですね、なるほど実際にやってみなきゃ分かんないと、ちょっとここが不安っすね強めなやつ、ね、メタルゾーン、メガディストーションはマックスいくはずなんですけど、ここが5なのか4なのか、なるほど担当さんの主観でそうですね、うん、全然違うじゃんっていうのだけは避けるっていうぐらいな感じだよね、ちょっと怖いですよね。本当このスーパーオーバードライブには俺逆だったもんねスーパーサイヤ人の方が強くないみたいな感じになるじゃんスーパーはあれです、昔伝説のオーバードライブ、いや伝説はさ歪んでもらわないと、海王拳よりもスーパーサイヤ人の方が弱いってなっちゃうじゃん、うん、いいんだけどさ